どうも、ゴミです。クヤキです。中村です。車のチャンネルです。ふんぶん。いや、ちょ、虫じゃねえか今目の追い方、目線がね。ということで、今回はですね、メガウェブにあります、お台場のメガウェブにあります、ヒストリーガレージ、これがすごい。今回は外国車編でございます。そうなんですよ。もうあの名車もあり、そして あれもあって、あれもあった、さらにああいうのもあった、ああいうのあったな、ね、指示語。そちらね、ぜひ楽しんで見ていただけたらと思います、はい、それでは行きましょう。 VTR 発信。今日はちょっとペイさん、またまた、またお願いします。ヒストリーガレージ、まだまだいっぱいあると思うんで、そうそうそう、じゃあお願いします。行ってみよう。行こう。一番今日のみんなじゃ二人ともな。後ろの太いのな。はい、次に来たのはね、このイセッタ。イセッタ。イセッタ。これね、ほら見て。これ有名ですね。BMW。おお、BMW。ああ、この有名な。僕知ってますわ。知ってる。こいつの。面白いところ、面白いところ知ってます。わかんない、わかんない、教えて。これも乗れるらしいので、はい、はい、何何、ドア開けますか。ドア開けましょう。ドア開けます。どこいじったの。すごい、開けます。すごい、どこまで来るのこれ。うわぁ、そこまで。おい、見て見て。何あれ、なんかね、昔幼稚園の時の絵本であったよな。飛び出す絵本。飛び出す車好きとしては、このステアリングの機構がどうなってるのかって、そうだよね、面白いよね。面白いですよね。ちょっとゆっくり閉めるから見てる。わー、すごい、これはいいわ。あー、すごい、なんか現代のすごいよね。工具のあれみたいなね、これエンジンどこにあるんですか。エンジン後ろ、後ろに積んじゃって、ちょっと乗ってみる。これだったら綺麗に乗れるんですよ。確かに。そういうとこ持たない。そういうとこ持たない。コンビでいいですか。お、さすが。おー、いやー、おしゃれ。なんか、締めたくなるな、これ。どういうこと。締めてみて、締めてみて、ゆっくり、ゆっくりね。お、あ、で、こういうことか。そうそうそう、なるほど。うわ、映画のワンシーン、ちょっと面白い。何を言ってるんだ。ざわざわざわ。中野セブン言ってもさ、ね、本当にね。すごいよね。まあ、ヨーロッパのね、パリの話して。いや、すごいわ。テイさん、これは何年ぐらい。戦後に、まあ、復興するのに、小さい車を日本もね、イタリアもドイツも作り始めて、まあ、それがこれで、まあ、なるほどね。なるほど。車設計は60年式だから、50年以上前、よくこの状態で残ってますよね。綺麗だよね。なんか運転しやすそうだし、これがずっと後世にヒットしてもいいなと思います。まあ、でもね、確かに周りも効くし、ぶつかった時の安全性とかはやっぱりちょっと厳しいかな。そうか、まあ、でもすごいアイデアだよね。いや、本当ですね、前からっていう、すごい、このアイデアが当初は採用されたんですね。じゃあ、ちょっとまだまだいろいろあるそうで、もうお腹いっぱいですけど、さらに食べれるということで、そうだ、どんどん行きましょう。行きましょう、行きましょう。さあ、来ました、来ました。ひときわちょっと、ちょっと今までのそのさっき見てきた車とはちょっと全然雰囲気の違う。違うね。1959年式のキャデラ。キャデラ、キャデラ、あのキャデラですね。でかいでしょ。でかすぎ。幅は2メートル以上あって、長さも 5.7 メートル。5.7 メートル。いや、今まで見たことない、こんなの。これプールですよね。ちょっとしたプールだね。プールですよ。すごいよね、これ。メッキだらけ。これ全部鉄でしょ。鉄、すごいよね。これすごい。なんかもう全然同じ時代ですもんね。さっき見てきた車たちを。USA。USA。ちょっと中も見てみよう。いいですか、また。ちょっと待って、その前に。後ろかっこいいよね。見て。あ、後ろ見て見て、後ろ。うわー、飛行機。うわー、テールランプ。うわ、嘘でしょ。
うわぁ、何ロケット、ね、いや、ロケット、いや、多分これはロケット、ウルトラマンのね、ウルトラ警備隊かなんかの、こういう形でしたよね。これがモチーフかもしれないですね。前みたいじゃない、そう、ボンネットだよね。ですよね。どっちが左右対称、前後対称っていうか、すっげーな、これすごいデザインだよね。飛んでますね、デザインが。じゃあちょっと、中いいんですか、いいんですか、いいのかな。すげー、前に3人座れちゃう、こんな分厚い。しかも、これだって50年代ですよね。59年、ちょうど60年前だよね。そうそうそう、もうね、当時からしかもパワーウィンドウだったりとかね。パワーウィンドウだったり、これじゃないよ、こっちだよね、スイッチ、ここにスイッチあるよ。シートがね、パワーシートだったり。え、パワーシートなんですか。そう、いわゆるこう前後動くところがパワー、パワーシートで、ちょっと後ろも入る。あ、面白い倒れ方する。これ正常なんですよ。どうぞ、いいですか、じゃあちょっと失礼します。ほうほう、中村君前の前。ああ、じゃあ、いや、みたいな。本当広いね。広いっすね。だって余裕っすもん。なんかソファーみたいな。本当ソファー。家のソファーだよね。家のソファーですよ。ひよめ。It's a good fan, it's a good fan, it's a good fan. ケヤキ、ケヤキ。ってなって、咳払いだろ。前はどうなの？広いだって3人座れちゃう。前も結構クッションフルなシートなんで、うん、全然3人座れる、ふかふか、普通にソファ。 You man yeah yeah ha っていう気分なる。ちょっとじゃあ今度エンジン、はい、エンジン見てみよう。いいっすか。何だこりゃ。すごいね。何、はい、エンジンもね、はい、4リッター、おやち4リッター、すっかすかないですね、こんな余裕だったね。こんな大きいエンジン積んでこれかよみたいな。これはでも理由はもうだからでっかくするために。そうだろうね、もうね、どんだけコンパクトに作るかなんか全く考えてない時代だよね。これがでかい方が偉いっていうね。なるほどね。これってエアクリーナーですか。そうだね、それなんか丸いんだ、すごい丸いんだ。いや、素晴らしいものを見ちゃったね。じゃあ次行きますか、はい、いいですか、行きましょう、まだすごいね、行きましょう、こっちか、どうした。いや、とんでもない車の前に来てますよ。嘘でしょっていう、うん、嘘でしょ、ね、あるんだね、あるんすね、本当だね。ペース、これだって相当珍しいですよね。だいぶマシン。いや、まあそうです。さすがの僕でもね、例の映画の中村君大好きだもん。大好きだよ、もう金曜ロードショーで録画して何回も見てるよ、ね。まあ、いわゆるデロリアン、デロリアンですよ。かっこいいよね。ちょっと削り出しみたいな、エアライン加工というか、これね、表面ステンレスなの。塗装してなくて、ステンレスなの。市販車状態でこれなんですか。そう、中は実は FRP で作って。あ、そうなんですか。一番それ表皮として、ステンレス。これ DMC は他に何出してるの。デロリアン、いや、これだけを作って、これだけ結局潰れちゃったんだけどね。ただね、今もデロリアンっていうこの名前だけはちゃんと残ってて、はい、これね、部品が今でも手に入ってる。これすげえ。普通に維持ができる。持ってれば。そう、やっぱ映画のおかげでその価値が高まったみたいなのがあるんですよ。それもあるだろうね。そうですね。じゃあ、はい、乗りますか。まあ、これもいいんですか。もちろん大丈夫。例の開け方、あと例インタとか来ない。ちょ、行くよ。例の開け方。うそ、こう開くの。すげえ。まあ、いわゆるガルウィングですよね。でもまあ、これが本当のガルウィングだよね。本当は本当になんかこう、こう開くのとか。ああ、なるほど。これがガルウィング。ちょっといいんすか、なんか。もう、あ、え、ゴミさん、これかっこいいね。
これめちゃくちゃかっこいいですよ。DMC スカッププレートに、ね、うん、いいですか。うわうわうわ、いいな。そうか、頭気にしなくて、お尻から入った、お尻からか、いいないいな。あ、ここ気にしなくてよ、頭。おうわいいの、いいな、うわいいな、もう。うわあ、なるほど。あ、だいぶこのこれがすごい。これ何年まで、何年に行きます。いや、そうなっちゃう、ここに欲しいもんね、あれが。欲しい、欲しい。ないんだって逆に思っちゃう、ね、うーわーすごい、あ、貴重なこれ、うん、なんかスイッチ類もこれ見えます。なんかスイッチ類もなんか独特なこの作りで、うん、なんだろう、これ何パワーウィンドウだね、それ。パワーウィンドウか。はあ、すごい。でもまあ本当乗り心地というか、あれはスポーツカーですね、本当にね。スーパーカーというか、なんかポジションが前に足せり出す感じの、深く座って。じゃあケヤッツさんがな、いいんですか、ケヤッツさんが。失礼いたします。これ確かにこういう風になるんだ、ね、うわうわ、でもついついでも頭余裕がね、すごくあるし、これ自分で閉じられる、え、あ、そこ、いけそうですね、いけます、いけます、いけます、届きます。震えてる、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 すごいなこれ。うわ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 、いかつ。 V6 か。 V6、 まあ、ミッドシップっていうよりもリアエンジンに近いのかな、ね、うん、RR って言ってもいいんじゃないか、過言ではない。車軸がここだから。そうですね、そうですよね、それより後ろにあります。へえ、初めて見たデロリアンのエンジンルームなんて見る機会ない、見る機会ないぞ。まあそんなでもね、決してパワフルではなかったみたいな。まあそうか、ね、なるほどね、まあ、いわゆるスーパーカーとはちょっと言い難かったのかな。あ、まあ、でも強烈なねデザインだしね、はい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 、あの映画で、ね、あの、やっぱそこですよね、あのですね、あの有名になったから、浮くボードのね、あの映画のまあね、いろんなやつ出てくる。もうちょっとね、あの映画が早かったら、はい、もしかしたら倒産しなかったかもと。あー、面白い話。 あといろいろね、ちょっと社長のスキャンダルとかがあってね。あ、そうなんですね。そのがあって、あのデロリアンモーターカンパニーとかね、一回なくなっちゃったの。へえ、知らなかったな。 DX はデロリアンモーターカンパニー。なるほど、なるほど、なるほど、そうだったんですね。ちょっと興奮冷めやらないですけども、ね、次行きます。いいですか、行きましょうか。いいですか、ぜひ行きましょう。行きましょう、行きましょう。はい、いや、すごい。さあ、はい、やってまいりました。ここまで。この赤さ。来たね、ついに。来ましたね。鮮烈な赤。ディーノ。いや、ディーノか。そう、屋根ないこのハードボックが GTS。 いや、え、Dのいいんですか、 Dのいいの。いや、いいの、急にダジャレ。それでいいの。お、いや、お、でもそんなんでいいの。誰がかぶせてもこれはダメだ。ペイさん、とんでもないですよこれ。今はもう数千万とかのね、値段ついてるけど、これね、フェラーリが作ってたんだけど、うん、まあフェラーリって一切入ってないんだ。ほうほうほう。でほらエンブレムもね、はい、D の、うん、いわゆるあのほら羽馬のね、はい、まあ、黄色いね、うん、入ってないんだけど、なぜかっていうと、うん、フェラーリは、まあ、12気筒じゃないと、うん、まあフェラーリとは認めないと、うん、いうふうに言われてたんだけど、まあこれね V6 積んでるね、なるほど、12気筒じゃないからフェラーリとは呼ばないなんて言われてたけど、本当はなんかディノっていうのは、うん、それフェラーリの創設者のエンツォ・フェラーリの、うん、息子さんの名前で、うん、まあ、事故で亡くなってたっていうのがあったので、まあ、それを、ね、名前をつけて、うん、
敬意を表してたと、フェラーリとはつけなかったと、とも言われてて、はい、まあ、そこは分かんないけどね。これは本当にだから思いのこもった車ってことですよね、ある意味ね。すごいよね、この造形がね。当時でもすごいですよね、この造形。ここからだんだん深くなっていくっていう。で、ここ離れてるけどっていう話ですよね。ああ、こう空気入ってて。これ何なんですか、この中。ああ、これなん、どこに向かって、エンジン、そうだね、エンジン、エアクリーナーに向かってんだろうね。でもやっぱりですね、ここがフェラーリっていうのは、この赤とこの色、このタンのね、タンの、この色合い。ちょうど僕の服とこの肌の色が、ちょうど D のと。ちょっと分かっちゃったんですけど、ちょっと分かって悔しかった。じゃあ早速乗ってみますか。D のにまで？そこ？面白いよね。これで開けるんですね。よー。ほう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 。はい。わ、ちょっと待って。いや、ここにはフェラーリのあれが書いてある。そこそうだね。わ、かっこいい。そこかっこいい。そうだね。ここに。隠れたところにね、羽馬がいるっていう。また僕らの大好きな素材が見えてまいりましたね。あ、何でしたっけ。せーの、アルカンターラ。いや、ちょっと言えてなかった。ごめんなさい、気づいてなかった。アルカンターラ気づいてなかった。アルカンターラが、これ多分後からあったんじゃないかな、さすがに、ね、なるほど、当時は違ったかもしれない。当時はないからね。あるとしたら本当のバックスキンだよね。わあ、でもやっぱフェラーリだな、中は。足というか、そのあの周りの辺とかもね、うん、フェラーリだ。メーターとかかっこいいよね。かっこいいっすね、シム。すごいわ、メーターがたくさんあった方がいいよね。あ、いいですね。興奮しますよ。20個くらい欲しいよ。20個は多いよ。じゃあ、そこもいいですか。D のに竹谷くん、助手席行っちゃいましょうかね。ちょっと、ほんと慎重に。気をつけて。うわ、あー、Dの。あー、よいしょみたいな。Dのって言わないでしょ。Dの。うわ、すっごい。言わないでしょ。あー、へー。うわ、Dの。どういう感想なの？あー、いい感じ。すごい、なんかシートが低い位置に。めちゃめちゃ着座位置低いよね。めちゃ低いっすね。ヒップポイントもうおかしいぐらい低い。触れちゃう。だから、こういう。ポジション、モモハンだ。さすがイタリア。モモハンですね。本当ですね。ですよ。これね、スタバのコップの上の部分ですか。どれ？この上のスタバのコップの上のやつ。あ、そう、これはそう。あ、そうなんそうなんそうなんそう。誰か。確かに見えないこともない。これなんですか？まあ、空調だよね。あ、空調がこんな形の。エアコンの空気の吹き出し口。うわ、いやー、いかちー。いかちいな。え、これエンジンも見れるんですか。うん、お願いしようか。はい、ちょっとフェラーリと言ったらやっぱエンジン、エンジン見たいです。はい、あ、ここにあるね。ちょっとエンジンね、あの開けてもらったんで、前に、マジで、ちょっと前に見てこれ、かっこいいな。かっこいい、このスパッとパッてね。アンサーっていうところのね、マフラーなんだけど、はい、まあ、フェラーリが純正でね、採用してたやつ。はい、はい、かっこいいよね、このね。かっこいいね。しかも絶対いい音する。これは間違いない。いい音するわ、ね。なんかさ、太すぎず細すぎず、確かにさ、絶妙じゃない、バランス。でも主張はね、しっかりしてるっていう。かっこいいね。いいな。バンパーガードですか。まあ、バンパーだね。これがバンパー。これがバンパー。なるほど。D のバンパー。D のバンパー。じゃあエンジンが、はい、横置きだね。エンジンを横にしておいて、で、これは本当のミッドシップだね。で、V 型6気筒の DOH。昔のフェラーリとこんな感じなんですか。あんまり今のフェラーリ結構主張が強いじゃないですか。まあね、これはだからね、本当に6気筒だったし、そこまでね、多分主張してなかったんだけど。これ D のっすよね、書いてある。D の。お、お、違うかな。あ、書いてある。ね、D の、D の DMC、DCM。これ、またこの、いいっすね、これ。あー、そのね、フェラーリの。フェラーリ、かっこいいね。かっこいいわ。伸びてる。
これさりげない工夫があるよね。オイルの指定まで。ああ、そうだ、昔は結構あったね。すごいわ。うん、まあ、今時はね、もうあんまりエンジンなんかもカバされて見えないから、ね、そうですよね。珍しいよね、今。引き出しで、あれだけ引き出しでいるっていうのはすごい。すごいよね、この辺の造形もね。いやー、うん、たまんないっすね。あ、エロい。車の究極はエロい。いや、もうシンプルに金髪の、ね、あれ、なんか、ね、何か絶対今飲み込んだでしょ。飲み込みましたね、今ね。完全飲み込みましたね。飲み込みたかったもん。エロいな、こういいっすね。このアングルめちゃくちゃいい。本当いいっすね、曲線美が、うん、いいね。いいっすね。動きの流れが可視化されてるね。すごい。終わんないわ。さあということで、はい、ちょっといろいろ見てきましたけども、他にもね、あのいっぱい外国車いろいろありますので、めちゃめちゃあります、ね。めちゃくちゃ。もちろんね、国産車もあるので、ぜひぜひね、あのこちらヒストリーガレージに来ていただければ無料で見れますので、そうそう、ぜひ皆さんもお越しいただければと思います。はい、いやいや、ちょっとさ、いやそこから入った、もう本当にかっこいい、うん、いや、よかったね、全部、うん、結構印象残ってる車は、いや、もうもちろん、もう本当にあの、いや、キャデラック、おー、かっこよかったね、いいね、キャデラックよね、大きい、ね、ほんとでかいっすよね、あのふかふか感もやばかったし、ふかふか感やばかったねまあなんか車もね、うん、結構入れ替わるらしいので、そうなんです、すごいよ、これがすごいよね、そうそう、トヨタの車だけじゃないんですよね、いいですよね、そう、入れるということでね、しかもタダでございますので、うん、はい、こちらもね、ぜひ楽しんでいただけたらと思います、うん、ということでですね、このまま行ってみたいよって思った方はですね、うん、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします、はい、概要欄から関連動画見れるのでチェックしてください。はい、SNS のフォローもお願いします。はい、ということで、はい、また見てください。バイバイ。